カンニンガムモクマ王は、モクマ王族植物の一種である。自然生育地は、オーストラリアのノーザンテリトリーダリーリバー、クイーンズランド州北部及び東部、ニューサウスウェールズ州東部に広がっている。C、カニンガムアナサブスプ、カニンガムアナノーバナカンニンガムモクマ王は、わずかに灰色がかった緑色のハリ様軍用を持つ、魅力的な常緑樹であり、高さ1三3 5メートル。 広がりはおよそ10メートルに成長する。幹は大抵直立しており、みっしりと毛深い樹皮を有している。花は、尾花が赤茶、雌花は赤色である。球花は小さく、幅およそ10ミリメートルでほぼ細長く丸い。木は、大抵川岸や小宅地に沿った日当たりの良い場所で、見られる。官人ガ部モクマ王は川岸を安定化し、 土壌流出を防止するための重要な木として広く認識されている。カンガンブモクマ王はおよそ摂氏8度まで体操性があり、遮蔽植栽として広く有効に使用されている。風が強い地域でも有用であり、沿岸地域にも適している。カンガンブモクマ王はアグロフォレストリーの目的で他のいくつかの国に導入されてきた。 カンニンガム木馬王には二つの亜種が存在する。この種は英語でリバーオーク、リバーシー、オーク、クリークオークを含む多くの属称を持つ。キャジューアラナカニンガムアナはアメリカ合衆国フロリダ州エバーグレイズで新入種である。ありがとうございます。